はい、どうもさん、こんにちは。もちです。ブラックです。というわけで、今回も声優人グレバブ2011やっていこうと思うんですけど、今回は今週絶対当てたいランキングということで、めちゃくちゃ大量にガチャ来てますね。ローマ、セルティック、バイエルン、そしてガラタサイ。いやー、すごい。4つ。中型アップデートからね。はい。4つということで、バイエルンが、やばいっすね。総合値がね、全員95以上みたいな。激アツですね。今回トップ10になります。ということで、まあ、あくまでね、おもちゃ TV の独断と偏見なんですけどね、まあ、引く際の参考にね、していただければなと思います。ということで、まず第10位の選手は、こちらバイエルミュンヘンからですね、コマンということですね。まあ、コマンで言うと足元の技術が高いバックソックスパサブということで、ボルコンからボールキープまでがめちゃくちゃ高くて、ね、それでスピードショットがカンストしてる。ボディコンも96あってスパサブを持ってるっていう選手でね、うん、もうほんとね、コマンはねライブアップデーがいいし多くて、オンラインとか回っててもね対戦相手の方いるんですけど、よく B とかになってるよね。そう、後半から出てくるとマジ厄介なんですよね、うん、やっぱめっちゃ速いし、それでいて足元の技術も高いから1枚外してダブルタッチ持ってるんで、サイドからねダブルタッチパパンみたいな感じもできるし、オフェンス81なんだけど、それを感じさせないぐらいね厄介だなって感じますね。まあ、唯一の弱点が濃い適性がね、最初はサイドしかついてないんですよ。そうなんだよね。これがまあちょっとね、つけなきゃいけない、ポジションとして真ん中でやりたいんだったらつけなきゃいけないっていうのがまあちょっとある。はい、でもまあ持ってない人にとっては全然絶対確保しておいた方がいい選手ですね。はい、そして第9位またバイエルンからですね、パバールということで、もうパバールで言うと攻守の能力値が高い守備的サイドバックということで、うん、もう守備性能も高ければ上目のね足元の技術も高いといった感じで、個人的にですけど守備的サイドバックの中では一番使用感いいなと思ってて、まあ、R01 ブサカとかいろいろ使ってますけど、ただね俺はやっぱパバールが一番しっくりくるなっていうのがあって、うん、この選手もまあコマン同様に持ってない方からすれば非常にね当たりの選手になってくるんで、適正つければ両サイドいけます、いけるんで、まあアスピリクエタとかもそうなんですけど、はい、両サイドいけるっていうのがね大切。そうだね、守備的サイドバック、まあ、それだけねかなり貴重な選手なんで、はい、まあ、そこら辺はね結構価値出てくる。俺持ってないからね欲しいね。そうだね、パバールはねワンピスカほどのねスピード瞬発力っていうのはないんですけど、うん、ただやっぱりフィジカルが強かったりとかね、ボディコンの数値もなかなか高いんでおすすめですね。はい、そして第8位はニャブリということで、バイエルンからですね、ワンパウチのまあウィングストライカーということで、ニャブリもねライブアップで B とか A だと4213、うん、ティモビンデバルドの右とかで使うんですけど、めちゃくちゃ使用感良くて、ウェブの数値足元の技術も高い、パスめちゃくちゃ上手いんですよこの選手。グランドパス89あるん で、それでスピード瞬発もめっちゃあって、フィジカルもね83あってボディコン93なんで結構粘れる。逆足の線で34のコア7といった感じで、ミドルドロップとかシュート系もしっかり持ってるんで、この選手ねめちゃくちゃ使用感いいですよ。ニャブリは体でもね、はい、ブリブリいけちゃうぐらいの、そうだね、選手なんで、もう総合値もねやっぱ高い96ですよ、ね、この選手もただ、まあ、コマン同様サイドなんですよ、適性がね。なんでウィングとかそういうのを使う監督だったら入ってくれるみたいな、逆に中央だと、まあ、ちょっとポジションできてつけないとっていう話になってくるんで、ね、まあ、そこら辺はちょっとあるかなっていうぐらいですね。はい、そして第7位はスモーリングということで、ローマからなんですけど、超大型のセンターバックですよ。194ってマジでそんないないんで、ほんと珍しいっていうのと、でかさ感じるよね。そう、やっぱりねボール刈り取る力トップクラスだなと思ってて、というのもディフェンスエースが、ね、結構爆上がりして97みたいな、前回のボール出しが高い、まあこれはどっちでもいいとは思うんですけど、やっぱりねでかくてね、でこの選手スピードも86あって瞬発も70なんで全くなくはないんですよ。フィジカルに関しては98なんで体強いし、くさび入った時にガツッといけるし、仮にねスピードでなく振り抜かれたとしても体バチッと当てると相手よろけて取れてる。でかい分ね。この選手もね B とかの時がねなんとかあって使ったんですけど、いや良かったですね使用感普通に。まああとは前目の数値のところをまあちょっとうまく、そうです、あの裁かなきゃいけないっていうところですね、はい、そして第6位もローマからイバニエスということで、この選手ね前回の CS でも来てたんですけど、うん、あの前回の CS と比べてもねかなり能力値がアップされていて、本当に足元の技術が高くてスピシュンも優秀なセンターバックということで、ボールコントロールからフライパスまでめちゃくちゃ高いんだよ、うん、86、83、85、89、86で、このボールキープ数値もしっかり高い、しかもスピード瞬発は88、89あると、でフィジカルもしっかり90乗せて、ディフェンスエースからアグレッシブマスも全部90以上、この左サイドバックの適性もつけれるんで、かなりね上の数値高いから使いやすいと思うし、センターバックとして使っても185なんで、でこれだけ上の数値も高いんで全然やれるんじゃないかなと思ってる。ちょっとね俺これね持ってるんですよ古いやつ、うん、でね結構すでに使用が良かったんで、なるほど、来たら乗り換えだね。前目の数値っていうのがアプリとかだと、はい、よりね取った後の選手の動きっていうのが重いんで、そう、ここら辺の数値が高いとめちゃくちゃ大事、事故が起きにくいっていうのがね、はい、めちゃめちゃ大切なところですね。はい、そして第5位はねリュカ・エルナンデスということでバイエルンからなんですけど、今回リュカ・エルナンデスが、まあ、中型アップデーで守備的サイドバックにねプレイスタイルが変更された
んですけど、うん、これ激アツですよね。今回のリカエルなんですけど、オフェンス系の数値は若干落とされてたりとか。なるほど。ただですよ、これでディフェンス数値めちゃくちゃ強化されてて、ディフェンス94のボール出し98で、アベセンス完走なんですよ。それでいてスピードとか瞬発も87、90とかあるんで、もうガチで多分寄せめちゃくちゃ早い。最強の左サイドバック、右の守備的サイドバックってアーロン・ワンビサかパバールとか本適性でさついてて、左サイドバックの適性で守備的サイドバックっていうのは珍しいと思うんで、うん、で運用数値も高いじゃん。だから守備的サイドバックで使ってもいいけど、センターバックで俺はね全然アプリだとやれるんじゃないかなと思ってる。まあ前目の数値も高いからね。高い高い。でフィジカルボディコンも高いから事故りにくいから欲しいかなと思いますね。あ、そして第4位はね、キミヒということで、キミヒはね本当全体的な数値がバランスがいいね、プレメということでね、スタミナ97、うん、でこれに加えてねスキルがめっちゃ優秀で、ワンパススルーパス持ってる、でインターセプト持ってて、ピンポイントクロスとか持ってて、でねぜひですね、あの IM のマテウス持ってない方はね、キミヒが一番いいと思う。なるほど。マテウスってボールキープとかドリブルがちょっと低いんですけど、うん、キミヒってさめちゃくちゃドリブルとボールキープの数値も高いから、うん、マテウス以上にボールの持ち感めちゃめちゃいいのよ。ただマテウスの方が守備的な数値は高いんだけど、なんでぜひですね IM マテウスとか持ってなくてプレミア置きたいなみたいな人は、このキミヒ使うと相当バチッとハマるんで、しかもダイブアップでいい人多いんですよ、この選手も。キミヒは唯一あるとすればフィジカルコンタクト、ここがちょっと弱い、弱いけど、まあその代わりボディコンとかがね、そうそうそう、結構いいんで、まあ普通にねボール取った後はねしっかりあのキープしてくれる、はい、まあ、そこら辺は優秀なのかなって、めっちゃ当たりだと思います。はい、そして第3位レバンドスキーということで、レバンドスキーもね中型アップでちょこちょこと強化されてて、先発がね強化されていて85なんですよ。これがねやっぱ85乗るってのは相当でかいですよね、うん、レバにスピシュンが出たのはちょっと、ね、いやすごいですよ、強化ですね、これね。85はだいぶ変わってくると思うし、レバンドスキーはねとにかくライバーピーシュ多いんで、多いね、もうほんと B とか A ばっかなんですよ。なんでね持ってない人はここでゲットしておけば、まあアップで入る前から通常でも強かったんで、強かったやばかった、ね、もうさらにアップデで強化されて、さらにそのFP ってなるとちょっとこれは使ってみたいっていう風になりますね。今週もライブアップで P といった感じですし、うん、まあコマも8あるし、ちょっとかなりね伸びしろすぐぐんぐんぐんと上がってる、すごいよね。今今週だったら使えるってこと、ね、使える、全然使えます。そして第2位ミュラーなんですけど、これミュラーねなんと、ね、強化幅めちゃえぐいことになってるんですよ。今回スピードが、ね、91あるんですよ。瞬発も83あったりとか でミュラーってついこの間、ね、週間 FP 来たんですけど、その週間 FP と比べてほぼ僕能力勝っちゃってるみたいな。マジかよ。でこれ最強のミュラー来ちゃったんだよね。俺ミュラー当てたんだけど、そうこれね乗り換え案件でもうめっちゃ強化されてんのよ。俺の習慣なのに。そうもう習慣なんだけど、もうこの進出がめちゃめちゃ強くなっちゃったみたいな感じになっちゃってて、でめっちゃ上がったのスピードが。怪物デコイランじゃない。そうなんでデコイランのね ST として使ってもいいんだけど、これね俺センターフォワードで使ってもいいんじゃないですかと思ってるのよ。スピードこんだけ強化されてんだったら、うん、なんかゴリゴリにさ突破もいけるんじゃないかなと思うんで、これはね縦の推進力期待できる。これ強いっすよこのミュラー。まあ当たるかな。そう、まあちょっとねあのそこの問題がありますけどね、やっていきたい。第1位はねオーイエということで、セルティックからなんですけど、まさかのセルティック1位。はい、これ2019かなぐらいの時にオーイエと、あともう一人なんかでかいセンターバックセルティックいて結構優秀だったんですけど、うん、ここに来て2021年もね登場したということで、これねスモーリングよりまたでかい196cm とでけえいった感じで、これねマジでけえ。スピード87あんの、しかも196 で瞬発も79あって、それでディフェンスですかアグレッシブさも高いんですよ。93、93、95、うん、フィジカルも90あったりとかで、この選手多分使用感次第ではダイブアップで C 環境でもガチスカ入るんじゃないかなと思うし、パスとかも結構何気まあまあ85、86してて、ね、スモーリングとかはねそうでかいけど、スモーリングのでかいのにちょっと足元ある、足元ちょっとあるんですよこれ。しかもコアね6なんですよ、うん、普通に素晴らしい。でしかも右サイドバックとかもできたりするし、オーイエってレイアウト多分高いと思うんですよ。習慣とかでも来ないし、しかもさバイエルンってさ何度も何度も来るけどさ、セルティックとかってさあんま来ないじゃん、うん、まあ、それこそチェスカモスカとかああいう感じだと思うんで、レイアウトとかそういうね希少性も含めて期待も込めて多い位置。まあそうです、ね、感じにしました。まあちょっと本当にね使ってみたさはめっちゃ使ってみたい、これは、うん、半端なくあるなって。でけえよ196は。まあねただね1位がセルティックだと、はい、まあどれ引けばいいんだみたいな。そうだね、いつもあるからね。で一番のおすすめで言えばやっぱバイエル、これ一択です。まあバイエルはほぼ当たり。そうこれね入れてないのがねゴレツカとかノイヤ入れたいんですけど、うん、これもまあ含めて結構もう大当たりなんで、もうほぼゴレツカノイヤでもいい、うん、いいから全然入っちゃっていいんだ、ね、全然。でまあ考えると圧倒的にまずバイエルは絶対引く。バイエル当たりだね。その次で言うとあのこれね実は一つ入ってないのガラササレ入ってないんですよ、一人も。わお。だからガラササレはスルーで長友のフルスー。そうでローマがスモーリングとイバニス、あとねセルティック今回ランキング入れたんですけど、オドソンのエダールってやつ。エダールいいね。これむずいっすね、ここはほんとどっこい、これどっちもどっち。まあでも結構面白いガチャにはなってると思うんでね、はい、まあ、あのまず一番引くのはバイエル。バイエル絶対引きましょう、うん、まあ、他はお好みで、お好みですいう感じでね、はい、ガラササレはおつまみで、おつまみという感じでね、覚えておいてもらえればなということで、はい、皆さんもねぜひ何が当たったのか、そうですね、コメント欄に書いておいてもらえればありがたいなというふうに思います、はい、このわけでぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。としょーさらっぽー。